岩の深事件は、1919年3月22日、シベリア出兵中の日本軍が、ロシア白軍からの要請で、白軍と敵対する、高日パルチザンに対する相当作戦を各地で展開する過程で、革命派武装勢力派の岩の深村を白軍と共に、焼き打ちし、数百名の村民を小殺及び銃殺した事件。日本軍が村に向かって移動しているロシアでは、 極めて厳しい講和条件を課した1918年3月のブレストリトフスク条約に刺激され、1917年に発足したボリシェビキ政権への反対運動が活発化し始め、ロシアの民主主義者、共和主義者、君主主義者、保守派、自由主義者の白側と共産主義勢力支持派の赤側に分かれて大規模な反乱、放棄など内戦が勃発していた。 低世紀からのロシア軍と臨時政府に忠誠を誓っていたコサック軍で構成された白軍は都市部こそ掌握したものの農村はボリシェビキ寄りで白軍や日本軍の武装解除の要求に応じないことがあった。その一つ岩の深村の総統において右派 SL 党に所属する反革命指導者の頭がモフは日本軍に応援を要請した。 英仏両国の打診により1918年夏にロシア極東部に出兵することを決めた。日米連合軍は同年8月にウラジオストクに上陸していた。日本軍は白軍からの要請に応じ各地でパルチザンとの戦いを繰り返していたが、1919年2月のユフタの戦いで、 パルチザンゲリラに吸収され150人の不評72連隊第三大隊が全滅。後続部隊も奇襲を受けて107人が死亡するなど民間人に偽装し攻撃してくる革命勢力による戦死が相次いでおり、ロシア白軍と共に敵対する村落を焼き打ちする方針を打ち出していた。アムール州で日本軍により焼き打ちを受けた村落は複数あるが、 反白軍を鮮明に打ち出していたたことで最大の虐殺を受けたのが岩の深村であったとされる。反ボリシェビキ政権の戦闘は1920年まで散発したが、1922年のシベリア園海州における白軍政権の崩壊をもって内戦は終結した。ボリシェビキによるソビエト社会主義共和国同盟を支持しないロシア人は、 白系ロシア人として日本に多数が亡命した。ありがとうございます。